はいどうも、フリーダムミュージックのあやかです。今回はザ・ファーストテイクよりちょっと出遅れたんですが、ちゃんみなさんの美人という曲を見ていきます。ちゃんみなさんはね、ザ・ファースト見てる時にもゲストで出演してくださいましたけれども、その前からちょっとすごい人がいるみたいなので知ってたんですね。で、りょんりょん先生のレッスンも受けていらっしゃるのかな。なんかそれですごい急成長されているっていう、なんかね知ってはいたんですけど、でラップも聞いたことがあるんですけど、あんまりちゃんと一曲丸々頭からお尻まで全部ちゃんと聞いたことあるかなと思って。でスカイハイさんとコラボしてません？それは多分最初から最後まで MV をちゃんと見たことがある気がするんだよね、個人的に見たくて。だけどこの美人っていう曲は知らないし、今の現在の彼女を全く知らないので超楽しみです。でもどんなキャラの人かとか、どういう人柄なのかっていうのはあんまりザ・ファーストでもそこまでたくさんね語ってたわけじゃなくて、見守ってたって感じだったので、ちょっと本当楽しみですね。はい、なんかもう本当に初見に近いで、生歌は初なので私超楽しみです。はい、ということで見ていきたいと思いますね。ちゃんみなさんの美人という読み方で合ってるかな。なんかどう来るか読めないのが楽しいんだよ、リアクションするときっていうか見るときね、初見で。はい、いきます、スタート。また綺麗になりましたね、大人になった。あ、生演奏。髪の毛綺麗すぎない？うん、ソニーのヘッドホンいいよね。え？ほう。なんか今のでちょっとやられたな。そう来ると思わんかったかな。わあ、すごい音色。表現力がやっぱさすが。声色の変え方、チェンジの仕方、ちょうだい、喋ってるみたいなテンションとか、やば。言葉出えへんな。
子めっちゃ可愛いねんけど。歌めっちゃうまなってません？私が知ってるのは多分めっちゃ過去の彼女なのかな。ラップのイメージが先行してたからラッパーっていうイメージしかなくて、歌こんなうまなってるってのを知らんかった。最後の顔ほんまやられた表情、なんかあんなにうわーってやってたのに最後でみたいな、かわいい、これ見てかわいいっておかしいかもしれんけど、いやマジでやばい。まあこの反応なるかな、うん、やったなるな。私はこの反応が私の中では、まあ、妥当というか、もうまずなんて言ったらいいかな、まずそこまで言うっていうぐらい言ってるなって思った。もうストレートに言葉を選ぶとかじゃなくて、私結構言葉を選んで言う方で、それは結構歌詞でも言葉を選ぶ時があるっていうか、あるんですね私の場合はね。選ぶ時がある、選ばない時もあるけど、ドストレートに来て歌詞、もちろん人と会話する時っていうのは知性がある人っていうのはものすごく言葉を選ぶし、あのいろんな語彙力持っていらっしゃる方たくさんいて、ちゃんみなさんもそのザ・ファーストで喋られてるのを見た時にすごく品のある方だなって思いましたよ。その喋り方を見て、喋ってる内容とかを聞いてて、なんていうのかな、言葉を丁寧にあの考えて発言されてるなっていうのはもちろん感じてるんですけど、曲の中のストレートさ、だからそのギャップですよね、やばい。まあ、曲だから言える言葉なんですけど、確かに言える、でも曲だからって、なかなか私曲だからってその今まで言われたこととかをはっきりとここまで表現できるかなっていう、ちょっとなんか自分にはできないかもしれないなっていうふうに単純に思って、それでまず尊敬ですね。自分にはできないことをしてるなっていう尊敬と、あとやっぱ単純に技術力がめっちゃ、デビュー当時、まあ、そのデビューする前からもうなんかすごい人がいるみたいなので噂だったっていうのは聞いたことがあるんですけど、いやあの表現力がね、まあ、ちょっとスカイハイさんとたまに若干重なる部分もあって、サビの部分とかちょっと表現の仕方がすごく、エネルギーの出し方がちょっと似てるなって思ったんですけど、それ以外にもなんかこうちょっと喋ってて可愛くじゃないけど、なんか喋ってるように言う言い方とか、声の当てる場所をちょっとちっちゃくしたり、わざと最後のメロディーの部分はめっちゃ綺麗に響くように声を360度当てたり、そのなんか加減がめちゃくちゃ躍動感があって、まあ、強弱もあって緩急もあって、もう本当にちょっと想像上回りましたね。すごいな、みんな、なんかもう本当に全身全霊で音楽を愛して、音楽を通して自己主張だったり自己表現だったり、あの、まあ、慰めたりかな、あの共感したりとか勇気づけたり元気ね出してもらったりっていうのを超超真剣に、もう本当にあの人生をかけて取り組んでないとこういうものって生まれないと思うので、この曲作った時めちゃくちゃ大変だったじゃないかなと思う、精神的に。いやこれね、歌う時も多分思い出して、そのいろんな感情が湧くと思うし、作ってる時ももう本当になんか悔しい思いして書いたりとかってあるんじゃないかなって推測ですけどね、まあができるので、なんかそのなんていうの、簡単にわーすごいとは言えないんだよね、わかるかな、なんか簡単にすごいって言っちゃうと彼女のそのねえ、抱えてるもの、抱えていたものとか抱えてるものとか、なんかそういうものをすごいで片付けられないんですけど私は。まあでもすごいのはすごいんですけどね、圧倒されますよね本当にね。はい、ということで今回はちゃんみなさんの美人という曲を見させていただきました。ちょっとなんか若干放心状態になるな、うん、放心状態になったな今。はい、ということで楽しんでいただけた方はぜひチャンネル登録といいねボタンをぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。